久保さん今回、負の不に、負不の不,不,満不、不満とか不安とかの不にしましょうか。なんか病気大丈夫っぽいです、病気だったんですかうん。まだ、あ、もなんか大丈夫みたいなね。まあ僕も、なんだ、なんだ、うん、病持ちっていうか、僕も大きな手術を、生まれた瞬、生まれてから、 尿管逆流疾患みたいな感じで病気を持って生まれてまあちっちゃい頃はまあ病院ずっと通っててまあ手術もしてで30ぐらいまでずっと病院通ってたんですけどそう,そうまあ最近はちょっと行ってないですけどねまあ健康診断しないとな いろんな不安ってありますよねそう今まで普通に生きてたのになんか医者からこうですよって言われた瞬間マジでみたいなね <laughs> 不安になるだろうしあとはうん変わらない不安というかねこれからやっていけるかなっていう未来をこう考えると不安になったりとかあと今の現状が不満だったりとかうんだから不安とか不満が 多いですよね人生ってうん最近僕不満はないですけどね不安はあるな病まあ健康の問題もあるだろうしね考えれば考えれば結局そういうのは出てくるのでだからね勝手に不安って作ってるんじゃないかなっていう多分あのー、なんだろうなネットビジネスとかも まあネットビジネスに限らずビジネスをこう挑戦するじゃないですかでもこの挑戦する前ですよねなんだろうな挑戦まだしてないやってないんだけどやってないけど不安みたいなでもその不安ってまあやってないわけじゃないですかまだ挑戦してないわけじゃないですかでも不安なんですよねここ人間って面白いですよねうん まあ現実として起こったことだったらまだしも起こってないことに対して不安になるみたいななんだろうななんかその高いところからねまあ恐縮恐怖症みたいなのもありますけどなんか高いところからこうちょっと覗くだけでなんか不,不,不安になるみたいな落ちたらやばいみたいなでも落ちてないんですよね落ちてないけど怖いみたいなねでも落ちてないんですよね 面白いですよ、ね、うんだから人間っていうのは面白い生き物でうんやってないことが不安やってなくても不安で現実に起こってなくても不安になるっていうねだこれはねまあトレーニングが必要かなと思いますね、うん、だから挑戦してないのに不安出てきません 一歩踏み出せないっていうのはこれはねあのー、結局何もできなくなっちゃうんでうんだからまあ小さい挑戦っていうかできることをこうやっていくもしくはできないことでも挑戦していくっていうでも不安だからな不安だから挑戦できないなうんまあでも命取られるわけじゃないですからね うん、だ今、ロシアでやってますけど、ロシア、じゃウクライナでやってますけど、あれはもう,死ぬもう死ぬ可能性もかなりあるじゃないですか。ネットビジネス、死なないからね。うん、逆になんでやらないのかなと思いますけどね。やらない不安や、やる不安よりやらない不安を大きくした方がいいと思うんですよね。やってない不安をね。うん、やってない不安を大きくした方がいいと思うんですよね。 ということで、えー、いろんな不安あると思いますけど、やってない不安を大きくした方がいいと思います。やってない不安ね。命取られないんで。うん。であと、久保さんの動画見てるんだったら、久保さんやったからこうなってるだけですよ。僕もそうですけど。やらないと何も変えられないし、やらないとずっと安い給料で不満言って、なんだ、俺の人生っつってね。人生に不満言って、なんか大した。 面白くない人生を送っちゃうと思いますんで、うん、まあやった方がいいと思いますね。はい、いってらっしゃい。